はい、じゃあ今日の日記は、今日は28日、2月最終日ですね。はい。はい、もう2月ちょっと早い、3日ぐらい、ほら、通常月より日が少ないんですけどもね。そうですね。明日から3月だって、早いね。はい。はい。というところで、最近なんか動画を編集してて、なんか困ったことがあったぞ。そうなの。あのね、動画の画像をつけてるんだよ、俺最近。はい。画像を検索して、それを対戦動画のところに貼るようにしてるんですけど、はい。画面が小さかったり、あとほら、何々って言ってくんないで、ほら。黙ってカードを置かれたりすると、このカードなんだ？今何召喚したとか言って混乱するわけですよ。すいませんでした。うん、いや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 、うん、そんで、いやでもそれをね、マッチンとかに見して、これ何？とかって聞いてさ、教えてもらうんだけど、はい、そんな中で、だからいっぱいあるんだよ、魔道具。一番困るやつ。一番なんか、そう、画面小さいと、これ今何出したんだろうとかって分かんなくなるわけですよ。はい。で、魔道具っていっぱいあるねなんていう話をしてたら、はい、なんかマッチーが変なこと言い出したわけだよ。はい。変なこと変なこと言い出したの。うるせえなお前は、笑ってんだこの野郎。いやいやだって、はい、うん。じゃあちょっと、じゃあちょっと魔道具をコスト順にちょっとまず並べて、コスト順に並べて、そうだね、うん。はい。ちょっと今手元にあったのがちょっと数枚しかないんですけど、うん。グリーペイ。まあ今そうそう、そこら辺にあったのを適当に持ってきましたけど。ここ有名じゃないですか、ボガイガとかボーミラ。あ、そうそうそう、このね、2つが、どっちもボーでさ、ボガイガとボーミラで、そう、どっちっていうのがあったのね。はい、うん、これが強いんでしょ。そうです、そこがキーパーこれなんだろう、たけちゃん、これこのカード何、このセット来たら強いって言えよ、あそこに言うんですよ。このセットマジハッピーセットぐらいにしてさ、ハッピーセット、あ、この2つがってこと、はい、え、じゃあ一言で言うと、だからビッグマックのだー、なんでだお前もう強いって言え、本当にもう余計なことばっかり言うんだから、なんでお前、まあいいや、うん、とりあえず並べました。はいはい、で、あるね、種類たくさんあるよね、うん、本当に、はい、でこれ覚えられるのに手助けになるかわかんないんですけど、うん、実は魔道具ってみんな名前に規則性があるんですよ。うん、どういうこと？じゃあ例えば、うん、じゃあこれ傘じゃないですか、はい、まあ、アンブレラですよね、アンブレラのブレだよね、はい、そうだよ、まあ、手裏剣ですよね、手裏剣の剣だよ、まあ、この人グラスですと、ああグラスか、なんかみんな、なんかものなんですよ、本当だ、まあ道具だからな、これ何なんだろう、でもグリールってリール、あ、リールか、そうなの、あ、リール釣りのドリルとか、ドリル、あ、ドリル、ドリルか、巻き貝っぽいもんね、うん、確かに、まあ、そういう感じで、うん、これなんだよ、グリーンユネ、ページって何、ページです、あ、ページか、の本のページか、本のページ、はいはいはい、そうなんです、ああそうかそうかそうか、はい、でそれがまああるんですけど、うんうん、分かった分かった、それプラス、うん、みんなコストで名前が違うんですよ、どういうこと、2コストって、うん、ドゥグラスですよね、うん、ドゥイケン、ドゥンブレなんですよ、あ、ドゥだ、全部ドゥだ、みんなドゥなんです、あ、本当だ、ドゥだ、はい、うんうんうん、3はみんなグリで、グリギャン、グリページ、グリナイブ、グリール、みんなグリついてるんですよ、ほんとだほんとだ、で4コストになると、うん、ボ、ボビンゴ、うん、で、ボーミラ、ボガイガですよね、うん、はい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 、ボーだね、ウニ点々のボーだね、で、うん、5だとバイになるんですよね、はい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 、はい、まあ、5はちょっとそんなに、あとこれともう1体このバイシングってやつしかいないんで、バイシング、はい、はいはいはい、バイしかいないんです、で、6で最後ジグスってやつが出てきて、ジグス、はい、まあまあこれもそんなにいないんですけど、うん、234あたりはみんな規則性があるっていうのが、うん、本当だ、もしかしたら役に立つかもしれない、面白い、え、1はあんの、1はザンバリーっていう注射器みたいなやつがいて、うん、はいはい、でザンバリーなんで多分あのザンっていう1に針でザンバリーじゃないですかね、はい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 、はい、でこれ使ってる人がゼロなんで、うん、まあ数字順番に並べるとゼロになる。ちょっと待って待って待って。6、5、4、3、2、1、ゼロがここにいるってこと？ゼロその辺にいるかもしれないですね。あ、そういうことなの？はい。へぇー。そういう感じで、実は命名法則がありましたと。すごい。え、ちょっと待って、これは何語なの？ドゥってのは。わかんないです。え、わかんないの？聖夜さん語かもしれない。すごいね。じゃあ。何語だかわかんない。じゃあ6とか、6は今あったよね、6。6は、はい。7はないの？ 7 ないですね、まだ。で、今後出てくる可能性があるかもしれない。まあ、可能性はあるかもしれないですね。はい。あ、そうなんだ。そういう感じです。99は？ 99?99 は一応、無月の門、なんかどうやら、ね、ガリミーズの。どうやら99は一応ザインっていうらしいです。へぇー。知らないですけど。ちょっと待って待って、なんでマッチがそれを分かったの？どっかに書いてあったの？ですね、うん、これを、これアニメ見てて気づいたんですけど、うん、あの
ゼロがあの、うん、デスザーク出す時の掛け声が、うんうん、グリ、ドゥ、ザン、ゼロとか言ってデスザーク出してたんですよ。スリー、ツー、ワンなんだ、それが。多分スリー、ツー、ワン、ゼロじゃないかなと。あ、そういうことなんだ。はい。じゃあそうだよね。センキュー、ほら、可愛い子が言ってる、はい、あれをやればいいんじゃない？もう言わないじゃん。グリ、ドゥ、ザン、センキューってやればいいぐらいの感じ？うん、まあいやいや、うんうん、まあ、ごめんごめんごめん、竹馬がやってもしょうがない。やばい、うん、竹馬絡むとろくなことがない。はい、分かったで、まあそんな感じで、はい、まあ、2、3、4あたりはなんかこう覚えとくとちょっとなんとなく、だいたいこの辺ですからね。そうだね、多いよね、この辺がやっぱりね。はい、覚えとくといいかなと。うんうんうん、分かりました。ちょっと知らなかった。意外と知ってる人結構いるのかな。まあ意外といるかもしれないですね。おー、初耳でした。そう、その数字と、うん、物っていう。はい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 、はい、すごい。じゃない、魔道具の秘密とかいうタイトルにしていい？これ。そうですね、それで。いや、これもっといくと、あの、うん、水の魔道具はですね、うん、あの物が前に来て、このグリとかが後ろに来る。え、なになになに。あ、これはそうか、水か。これだけ全部闇だもんね。そうです、水の魔道具。あ、ちょうどありましたね、ここに。なになに、水が何？これジグスガルビって言うんですけど、これガルビってなんだ。ガルビってガルビってわかんない。見た感じなんかランタンみたいな。ちょっとガルビーっていうのが僕よくわかんないんですけど、これ何？これはなんかあれだよね、ランプみたいなもの？そうです。まあよくわかんないですけど、まあ今、うん、ガルビーがよくわかんないですけど、ガルビーわかんないけど、まあジグスって名前がついてますよね。うん、で名前の前に来てるんですけど、うん、こっちはこれ海賊の族らしいです。これ族、ジグスの族って。はいはいはい。で後ろにジグス来てます。あ、ジグスがこっち来てるのか。はい、こっち後ろに来てます、ね。水魔道具の場合はケツに来るんだよってこと？はい。そう、逆に来るみたいです。じゃあ何？ニコスの水魔道具はなんとかドゥとかになってるってこと？ウキドゥとか。ウキドゥ、はい。はい。ギャプドゥってやつ。ギャプドゥ、はい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 、はい。バレドゥとかいうやついますね。そういうことか。え、じゃあ三模様も同じってことね？三もいますね。だから手札に戻す、あのカージ。カージグリってやつとか。カージグリ、カージグリ、そうだね。今なんか違うこと言ったよね。ザフィオン違います。ジグス。ザフィオン？ザフィオンはそれ遊戯王です。あの、サフィンです。ちょっと何言ってるか分からない。やめましょう、ごめん。ごめん。読んだとザフィボってやつ。ザフィオじゃない？ザフィボなのか。ザフィボってやつ。はい、ね。そういう感じで後ろにつくっていうのが、面々細くあるみたいです。今んとこ魔道具って闇と水しかないんだね。闇と水しかないですね。そうか、そうか、そうか、そうか。他増えてきたらなんか変なとこにつくかもしれないですね。こ、うん、れってムーゲッツじゃないですか、うん、ムーゲッツって星座なんですよ。これ牛座でカルビ級からガルビらしいです。牛座のもう一回言ってみ。えか、ウキシだね。そうなのらしい。あの、すごい。そのムーゲッツは、うん、あのなんていうか星座をこうなんかモチーフにしてやってるのね。うん、これが牛座でカルビ級だから、うん、ガルビらしい。本当にカルビなのこれ。なんか書いてあるんですけど。そうなんだ。確かに星座かなみたいな、わかんないです。すごい、まだまだいろいろ謎がありそうですね。まあなんですけど、とりあえず、うん、あの絵柄がややこしいのでなんとなく判断しましょう。わかった、ありがとう。ちょっとこれは規則性を覚える。あの、はい、3、2、1覚えるよ。はい、グリ、ドゥ、ザン、センキュー。オッケー、それで覚えましょう。はい。オッケーオッケー。はい、何っていうと、うん、これが2らしいです。でこれが3だからグリで、これが4だからボらしいです。これで、あ、マジで場が5、5だから2らしいです。あ、そうなの。グリーが3、グリー3みたいな感じ。 2だからドゥ。あー、2、3だから、あ、6。あ、そうそうか。今書いてあるのを見た。 あ、すげえ。ワイフってのは5か、ワイブか。そうらしいです。6これなまってる感じからしいです。なんかザンはなんだよ。1。あ、1か。ああ、って書いてあったけど、あ、ゼロだけ、ゼロ。ゼロ。ゼロ。ゼロってことじゃないですか。なまった感じで、ドゥ。って書いてあった。グレー、グレー。だそういうやついそうだね、そういうふうにしゃべってたやつ。ね、じゃあ、セブンってこと、セブンが。あ、それはちょっとびっくり。あ、バイブか。確かにそうだな。バイブし、バイブ、バイブ。バイブ。まぁ、ちょっと僕らの発音では。じゃあ、セブンがゼブですかね。おお、ダーマゼブなんとか、いそう。それかデカ、デカセントね。うん。だったらベイ、ベイト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 。出るのかな。いや、出るかわかんないけど、とりあえず。あ、はい、ちょっと面白かったです。はい。じゃあちょっと魔道具の秘密でした。今日は。はい。勉強になりました。ありがとうございます。はい。ブックアイランドジュニアイルマ店は埼玉県入間市にあるカードショップです。
ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタート、ぜひ応援させてください。